松浦武四郎、まだ未開拓だった蝦夷地に生涯で6度訪れ、北海道の名付け親になった人物である。天保14年、武四郎26歳。長崎にいた武四郎はロシアが蝦夷地を狙っているという噂を耳にします。日本の将来を憂いた武四郎、北の大地がどんなところであるかを自分の目で確かめ、多くの人々に伝えようと心に決めたのでした。意気揚々と旅立った武四郎でしたが、蝦夷地の領主であった松前藩の厳しい取り締まりに遭い、なかなか足を踏み入れることがかないません。しかし出発から1年、松前藩の目をかいくぐり、津軽海峡を越え、ようやく武四郎は現在の函館へと上陸することに成功します。なくなった一歩、長きにわたり蝦夷地を訪れ、後に北海道の名付け親となる武四郎、その輝かしい第一歩が今刻まれたのです。お母さん。